国境を越えて愛されてる漫画っていう意味がすごくわかるっていう。すごい好きな映画でしたね。熱い激しい映画だなって思いました。みんななんかなんていうんですかね、オフビートのお芝居をね、なんかこうしっかりしてるっていうのは、いや、その見応えありますよね。この映画の音楽をやろうかどうか迷ってた細野さんに、やった方がいいんじゃないですかねって俺は勧めときました。この脚本とこの原作でこの俳優がやって、今泉さんが撮って、あそこのスタッフがやれば絶対細野さんが恥をかくようなものにはならないって確信があったからだと思います。他に誰が産むのよ。え、名前は町蔵。そう、嘘。自分の演じた役っていうのは一番いいなって思ってます。うん、割と重たいっていう感じに映りそうなところを軽く見せれる唯一のところでもあったりすると思うので、一人一人の芝居がもう強烈で、芝居を見るのが楽しくて、オリジナルの人たちが集まってるんですよね。そこが僕はすごい魅力に感じるんですよね。だから僕らがやるのは敬意を持って人間の機微や表に出せない、伝えることができない自分の内側の部分を表現していくかっていうことができるかどうか。映画っていう虚構の世界の中なんだけど、なんか人それぞれのやっぱ生き方とか内面で何が起こってるのかっていうのはやっぱり計り知れないし、それを知る必要があるのかなって考えさせられましたし、本当の本当のことなんて一番大切な人だからこそ分かりたくないのかもしれないって思ってる自分がいるのかもしれないとか、近くにいる人のことを本当に分かっているのかって問いかけられているような、家族であれ、恋人であれ、子供であれ、親であれ、分かってるのかなっていろんな感情が出てくるんですよね。もう少なくともあなたよりかは分かっているつもりです。じゃあもう一つお聞きします。人を分かるってどういうことですか？まあ、決して娯楽映画ではないし、なんかあんまりプラスの話がないこの映画の中なのに、穏やかな気持ちになれるというか、人を知りたい、知ろうとする人だったら誰もがこう経験したことがあるような気持ちがたくさんその映画の中に入ってて。何？何でもないです。景色や話し口調とはやっぱり裏腹に、心の中に動きっていうか回転っていうのは速くて、小さな小さな町の片隅の物語ですけれど、ちゃんと命のきらめきを感じずにはいられないですし、何が起きてたのかっていうことを分からなくてもちゃんと感じられる映画になったなということは思いましたね。答えがなくてもいいから、言葉にしなくてもいいから、大切な人をちょっとでも思い出してもらえたら、この映画見てよかったなって思えることなのかなって思います。何のご用ですか？住み込みの募集って聞いてきたんですけど。私たち何にも分かってなかったのかもしれないね。人を分かるってどういうことですか？誰かの心の奥底に触れた時、本当の思いが溢れ出す。私も嘘をつくことあるよ。アンダーカレント。